まずはじめにきゅうりです。きゅうりはピーラーでところどころこのようにしま模様に皮をむいてください。これを2本分すりおろしていきます。続いて飾り用に薄切りにしたきゅうりに軽く砂糖をまぶして置いておいてください。鍋に分量の水と砂糖を入れて火にかけて一煮立ちさせておきます。一煮立ちして砂糖が溶けたら火を止めます。火から下ろしてここでゼラチンと蜂蜜を加えていきます。ここが今日のポイントです。ゼラチンは温度が高いと固まりにくくなるので必ず火を止めてから温度を下げて加えてください。今日はインスタントゼラチンですのでそのままふやかさずに使っていきます。ここでしっかりと溶かしていってください。粗熱が取れたら先ほどすりおろしたきゅうりとそしてレモン汁も加えていきます。急ぐ場合は氷水に当てて少し冷やしてから型に入れます。水で濡らした型に泡を立てないようにして注いでいってください。容器に入れたら1時間ほど冷やし固めていきます。ゼリーが固まったのでミニトマトとチーズ、焼き海苔で作った金魚、薄切りにして砂糖をまぶしたきゅうり、オレンジなどお好みのフルーツとホイップクリームで飾り付けていきましょう。夏にぴったりな爽やかなゼリーです。簡単に作れるのでトッピングなどお子様と楽しみながら作ってください。